JR 五丹田駅五丹田は東京都品川区の北部にある JR 山手線、東急池上線、都営地下鉄浅草線の五丹田駅を中心とした地域名である。住所表記上、単に五丹田と表記する地名はなく、概ね山手線を境に西五丹田と東五丹田に分かれる。東京城南区域の中核地としてオフィス街、繁華街、 歓楽街として栄えている。東側は住宅街があり、旧小打てがあったことでも有名である。五丹田駅とその周辺については、五丹田駅を参照ポーラ本社五丹田駅周辺から、西方面は主にオフィス街、繁華街であり、事業所や飲食店が密集している。ポーラ、特、学研ホールディングスなどの大手企業本社も複数存在する。かつては、 ソニー本社の最寄り駅であったため、ソニー村の玄関口としても知られていた。2010年代には IT フィンテックなどのベンチャー企業が集積し、五反田バレーと呼ばれることもある。都市銀行の支店がすべて五反田駅周辺に揃っており、大崎郵便局、シティバンクや城南信用金庫本店も立地していることから、金融需要のある街と言える。また、 東五反田二丁目付近は近年再開発地区として注目されており、大崎周辺とともに大崎副都心を形成している。駅東口に近い東五反田一丁目は飲食店の他に風俗店やラブホテルが集まる観楽街である。その周囲には通称、島、津山、池田山、御殿山と呼ばれる高級住宅街が広がっている。 そのうち東五丹田三丁目、五丁目を中心として、由緒ある武家屋敷跡の邸宅街、外国大使館、大学、大規模病院などがある。駅から離れると、緑地の多いエリアが広がっており、これにより、都心から港区まで続く市街地が分断されている。2008年春には、東急電鉄と JR 東日本が、 五丹田駅に直結した複合商業施設を相次いで開業し、都市再開発に伴い、超高層マンションや低層オフィスなどが現在も急ピッチで計画、整備がされており、ここ数年で駅周辺、街全体が大きく変貌している。五丹田駅の西側地域は、桜田通り、八津山通り沿いを中心として、主にオフィス街、繁華街であり、 駅から離れた特ビル周辺の西五反田七丁目、八丁目まで広い範囲で続いている。また、首都高速二号目黒線を越えた霧ヶ谷、東急不動前駅の周辺は主に住宅街である。東西に走る目黒川は桜の名所でもあり、春には多くの花見客で賑わう。江戸時代に五反田として出現した地名。目黒川の谷がほぼ東西に流れ、 その谷周辺の水田街区画が五があったために名付けられたと思われる。五谷田は大崎村の小技であり、周辺でしか知られていない地名であったが、1911年に山手線の五谷田駅が開業し、星一が大規模な製薬工場を建設したことで知られるようになった。ありがとうございます。